どうもこんにちは、裏切りマンキーカングのフージです。タラ投げちゃうよ。というわけで本日もですね、スプラトゥーン2の動画を撮っていくんですけども、見てください、このデコデコのこの可愛らしいゴーニーガノン。これね、ちょっとこの前僕ね、ちょっと原宿に行ってきまして、やっぱこの自分のね、武器がね、もうちょっとやっぱ可愛くしたいなと思ったんですよ。そこでね、原宿にいた小ギャルに聞いて、これどうやったら可愛くいくかなって言ったら、これが一番ナウいっしょっつって、こうちょべりぐな感じにしてくれたんで、この武器で今日はガチオコバトル行ってみようと思います。嘘、チョウザメですね。チョウザメのガチオコですね。やっぱチョウザメ、チョウザメのガチオコって俺あんまりやったことない気がするな。さあ、そんな中でやっていきますけども、お、スクイックリンがいて、あいて、おー、いるね。コギャルにナウクしてもらったショベルグーな武器がいいじゃないですか。僕もちょっとそのね、やっぱコギャルのね、やっぱ最先端のね、ナウイちょっとあんまり出てこないよ。その頃小学生だったから、あ、やばい、言ってる場合じゃないでしょ。やられたよ、スクイックリン頼む。あー、チャチャマル、いいなお前、チャチャマルのそれいいな。それちょっと教えてくんね、そのデコり方教えてくんね、俺にも。ちょっとね、やばい、ちょっとそんな置いてる場合じゃないよ。そんなこと言ってる場合じゃありませんよ、皆さん。ほんでね、遊んでる場合じゃないんですよ、実は。なんでかって言ってね、僕ね、ゴーニーガロン使ったことないんですよ。ゴーニーガロン使ったことないのにね、遊びながらできるほど、そんなこのゲームはね、甘くない。さあ、行きましょうか。上から塗っておいて。もうちょっとそこ頑張れよ。俺こっち行くぞ。オッケー？二角はでかいね、やっぱり。二角は強い。さあ、でも後ろのあれがね、やっぱスプラローラーはスティックに対してかなり戦えちゃいそうな感じが。さあ、まずいですよ、これは。この状態まずいですよ。インクアーマーが欲しいな。インクアーマーが欲しい。危ない。お願いランキング風に言ってもくれないな。そうなると別の言い方になる。ちょっと何してんだあれ。あんなね、不届き千番なのだよ君。ちょやってる場合か俺。 M ザップとM ザップと打ち合って負けてる場合か。ちょっとやばい。60か。60はなかなかね、来てますよこれ。来てますこれは。あー、いいね、クリマタスミ。クリマタスミぐらい来てるから、ちょっとさすがに止めないといけない。ナイスですね。はい、それがいいですね。ナイス。あ、持ってくれる。ナイス、持ってくれるんだったらそれはもうね、任せてくれ。おお、何した、ほら、ゲゲ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 。ヌルオー、あ、ヌルオー、アイムヌルオー。ああ、ごめん、たまんない、終わった下手だな俺気づくね、やっぱりやると気づきますね。やっぱこう、机上の空論じゃね、気づかない部分っていっぱいあるんですよ、ゲームって。僕もね、そんなね、上手なゲーム上手な人間じゃないですけども、やっぱこう、あ、やってないと、やっぱこの、なぜ自分が下手なのか、どう自分が下手なのかっていうのはね、分かりかねることがね、多いので、そこら辺はちゃんとね、やんなきゃダメですね。さあ、後ろの方で割られちゃっているが、ごめん、そんな目の前でやり合ってると思わなかった。まずいぞこれは。さあ、このまずい状態、これはね、ちょっとね、どうするんですか皆さん教えてください、僕に答えをください。あばばばばばば、ピピピって言ったね。なんで3発なのこれ。まあいいや、とりあえず割るでしょ。割ってくれないと話にならない。で、持つで、私は右から戻します。いるね、おりおり、オッケー。ああ、じゃあ、これでね、真ん中もらいますから。こういうね、やっぱこういうものしか僕ね、役立てないんで、ちょっとこういうところでね、迅速にいきましょう。さあ、7なんで、もうほぼね、ノックアウトですよ、皆さん。ノックアウトしなければ勝てないという、このね、排水のズンですよ、これは。こういう時にね、ZUN ですよ、排水のズン。東方、コウマキをやっていかなきゃいけないんですよ、ここで。さあ、そういうとこ、こういう。なんで全然倒せなかったね、今。え、あ、よかった一発当たらんと思って今。ごめん。ナイス、よし。じゃあ、それ割ろう。これはね、オッケー、下がらした。割れる。割れるんだけども、そこでこれ使うべ、で一旦下がるべ、で、そこにいるでしょ。オッケー、もう一発ぐらいかな。で、ここに来るから、ちょっとここら辺打っといて、当たらず、いいですね。はい、無理はしないぞ、俺先行くわ。じゃあ、これ塗っとこう。コハム太郎して、で、ここでピアポン。2な。そこで無理はしないよ俺は。当たんねえ全然当たんねえ。じーっと今待ってたのに。ちょ、あー、まずいねこれは。はい、いや、マジか。うわ、当たらん。うそ、全然倒せないね。いや、惜しかった。意外とそのダメージが残らないっていう部分もあるんですけど、さあ、これは飛べないですね。飛ばないようにしましょう。40秒、まずいよ。
40秒しかなかった。遊んだら楽しんでましたね。僕は当人がのおでこを楽しむと時間の流れが早いですね。そういう時はやっぱりギエピン綺麗に綺麗に開いてきたな。やっぱあのガチオコショットのね、ガチオコショットをどうすればいいかとか分かってないんで僕。さあ25秒ですよ。これはまずい、このまずい時間帯。ここね、僕はね勝ちに行くんですわ。あ全然当たる。なんでなんでも当たんねえの。意外とあだいぶ散るのね。あはいはいはい、分かった分かった、なるほど、そういうからくりがあったんね。僕が持つわ。よし OK、 任せてほしいんだけども、そこでやられないでは欲しいんだけども、ちょっと待ってね、これいくだろ。で、味方が倒してくれてること前提で、ナイス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 、右から行こうか、あ左から行く、オッケー、左から、そう、大丈夫、大丈夫、やられてない、ほら、絶対行かない、これ、どっちかない、これ、行くぞ、オッケー、こっちから行こう、俺、いやごめん。普通にごめん。静かにしながら頑張っていこうとしたけどダメでした。いや難しいな、やっぱりだいぶ散るのをね知らなかったです僕は。スプラトゥーン1から一応ね1発売日買ってねやっているんですけども、ゴーニーガロンが弾が散らばるというのを、ね、今初めて知りました。これはね大きい成長ですよ。この成長があるからやっぱ次は絶対勝ちますから、いきましょう。さあコンブトラック、いいですね、コンブトラックの方がいいね。やっぱりコンブトラックぐらいね、こういう平坦な部分が、平坦ではないですね、デコボコしてますけども、まあこう段差があんまり、おお味方がいるね、あー入ってないね、いいね、ごめんバッチグー、ごめんちょっとバッチョベリーグーでごめん、こっちだけほんと申し訳ない。そっちはねちょっとまだね、なんつうのフォーマルな感じでね、フォーマルっていうんですか、あのねすごくこうお堅くなってるね。だけどねこちらすいません、こちら側、あごめんなさい、やられました。何ですかそれは、スプラシューター、え嘘そんな当たってた今。いやなんかちょっと踏んでたんだろうね。あショコランベリッチャーの歌、ショコランベリッチャー、ショコランベ、おおこれはクセモですね相手。あとあーごめん落ちた、これは終わったんじゃないか、これやってる場合じゃないんだよ、ね、やばい、頼む、一発当ててくれ、誰だ、一発当ててくれ、ナイス、後ろから詰めた味方、超ナイスだけど、やられている、あ、やばい、危なかった、今止めに行って、そう、ナイスだ、みんなすごくナイスだ、あー、いいね、みんなそれでいいんだよ、もう最高だ、おろそ、ナイス、行こう、右から行こうか、じゃあ俺が連れてってやろうじゃねえか、こうやってな、雨降ってんぞ、お前、雨降ってんぞ、これどうすんだ、雨降ってる時はどうしようもないね、うん、こういう時はこうやって、ぬるぬる、塗っておいしい、ぬるぬる、ちょっとね、後ろから来てるから、ちょっとこれ、じゃあもう行った方がいいって、これ、やっぱね思い切りよく行かなきゃね。でも確かにそう3なんですよ、残り3なんで、味方もね多分こう3を超えるためのねムーブをしようとしたんですけども、やっぱこう難しいですよ最初は。ドンゴンしないと、ドンゴンを下げますって。ドンゴ押していきますって言わなきゃいけないから、やっぱここはね少しずついきましょう。あの一発でね返そうっていうねその魂胆はやっぱりね大事なんですけども、それよりも難しいと思うんで、はい、僕も何もわからないけど雰囲気でなんとなく喋ってます。さあ行きましょう。ここでとりあえず投げ込んでおいて、あそこにいるの分かってる、ちょっと一旦グーッと下がってよ、とりあえず、あほら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 、あやばいやばい、これやばいめちゃくちゃやられてんなおい。ちょっとね、俺もっと倒さなきゃダメだ、俺も全然俺倒してないんだよな、ゴーニーガロンって。絶対多分倒すべきですもんね、味覚でね、こんなあんま塗れなくてね。これどうするんですか、これ。こっからどうするんですか、僕はこれ。上から塗るしかないですよ、これも。こうやって。なんでみんなやられちゃってんの、見られちゃった。あ奥さんヒューが落ちてる、耐えろ、みんな耐えれば、あ耐えなかった。やっぱね、あれどんどん抜けていくじゃん。どんどん抜けていくじゃん。回線が弱いですいつまでも買えないでって。まあでもしょうがない、こういう時はあります。うん、国際ヒューの方がね、まあ途中で落ちたりしても全然影響のある部分で落ちてないんで、これは完全に僕らのね、あのこちらの完全な負けです、はい。一人でやってるから喋りまくるので集中もクソもないけど、とりあえずシューというわけで本日はですね、こちらのガチ方向でのゴーニーガロンデコの一人でやってるから喋りまくるので集中もクソもないけど、とりあえずシューやっていきましょう。はい、行きましょう。さあ、ですね、わかりません今のところどうするんでしょうか、助けてください誰か、ね、僕にウィキをして、ゴーニーガロンデコウィキを見せてください。ああ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 あ
ちょっとね、これ打ち合いをね強くするために、で意外とそうなんですよ、忘れてました、これもね、これも忘れてたんですけども、意外とリーチがあるんですよこの武器なんで、そのリーチを生かして戦ってないと、もったいない、こういう風にね、はいはいはい、ナイスナイス。そしてですね、コロリン長、コロリンソアか、ポンキューではなくないですかこれやられてません、あー、やられてる、ここはどうしたら、とりあえず止めていきたいところなんですけども、全然敵がどこにいるか分かんないですね分かんなかったので、とりあえず撃ちました。はい、あー、やられてたごめんいや、なんかこう、あ、いい感じかなと思って行っちゃおうと思って、やっぱね、そのいい感じからで行っちゃおうはよくないですね、状況しっかり見てね、あ、自分がこれ行くべきだな、行かないべきだな、しっかり考えながら行かないとダメですよ、やっぱ皆さんね、脳で考えて、危ない、めちゃめちゃ壊れてる、じゃ、さあ、これはいいんですが、一旦割って一落ち、これ左側ガラ空きだったりしませんかね、スーッと行ってみましょうか、ほーれ左側に誰いるじゃねえか、めちゃめちゃいた、ごめん何も考えてなかった、いや、いいですね、いい考え方、相手やばいよ、これはしっかり倒してほしい、これは、あ、まずい、ガンガンやられてる、あ、まずい、ナイスではない、やられてるのにナイスを打たないでください、やられてる時にナイス打たれると俺、あ、ナイスなんだ、じゃあ行こうってやっちゃうんで、やばい、俺のせいですって、俺が止める、ナイスですよ、さあ、これ自給自足の生活をねしてくださいね、さあ、俺もお返ししよう、お返しプレッサー、おかプレ、おら、おか、おるんかい、おるよ、後ろ、やばい、ガンガンやられてる、これはちょっとまずいですね、これね、まずい状況をでも打破するために、このゴーニーガランを僕がやります、そうなんですよね、任せてください、これはね、割りましょう、絶対割って、持って、終わりたかった、ごめん、左膝、フーヤンが、俺みたいなやつが、フーヤンが、フージです、よろしくお願いします、フーヤン、いいな、いいマスクしてんな、さあ、見ているか、左、さあ、俺を見ていくぞ、これね、あー、それはちょっとよくないです、あー、それちょっとよくないですね、あー、それちょっとよくないですね、これ、あー、ナイス、俺のカーリング、やっぱり俺のカーリングが一番可愛いんだな、なんだそれ、どういうことだ、教えてくれ、俺、やら、守れ、ほら、やったぞ、やってなかった、ごめん、あれだった、なんで後ろから来れてんの、なんでさっきから後ろから、あー、ナイス、オッケー、なんかね、このルート、ここ、分かった、俺分かったぞ、俺ね、そうなんですよ、あのね、前に住んでた家でね、僕、ネズミに、ね、家入られてね、ネズミのルートをね、あの閉めたことがあるんで、僕が閉じたんですよ、あの不動産屋が何も知らなかったから、ね、不動産屋ね、あのうちに来てね、なんか木のね、なんか木のブロックをね、パコってはめてね、アイス、アイスですとかですね、帰っちゃったんで、それをね、僕がちゃんとね、僕が閉じたんですけどね、そういう過去があるので、僕はそういうのをちゃんと倒していきますよ、見えてるよ、そこ、さあ、そこ見えているが、これ。一応流しておく、さあ、まっすぐ行ってくれてますね、ナイスです、さあ、そしたら俺が助けに行きます、後ろから、うわ、くそ、うわ、ダメか、ちょっと待って、待って、そこにいる、ここにいるので、一応、で、これで割る、もう割るわ、俺当てらんねえから割らねえ、危ねえ、うわー、そこ通るか、いや、めっちゃ見えてるな、この人、うまい、違うユーザーエスプラ、あー、サブアカの人か、なるほどね、サブアカおじさんは困るなサブアカおじさんはちょっと困るんですよ、僕実は、すみません、僕ね、サブアカおじさんに対してね、すごくね、困る体質の、ね、人間なんですけども、さあ、上手、これをね、一旦下がって割っていきたいところ、だって割るでしょ、ワーリングしてコロリンチョして取るならば左だね、よし、行こう、左側行って、さあ、入っていくよ、ここは、ほらほら、なんだ、一発も当たらん、一撃も当たらん、これはね、ちょっと一回逃げてください、そこは一回逃げてください、僕が逃がしてあげますから、ちょっと押して、よく見ろ、ほら、なんかいたけど、とりあえず、これ違う、やばい、これやばいので、流しておこう、あそこ倒してんだけどな、届かねえんだよな、うわー、いっぱいいる、めっちゃいっぱいいた、やっぱな、みんな守ってるな、ナイスですね、このゴーニングアロの人、あれつけてるな、あ、なんだっけ、スペシャルアップ、やっぱあの時間伸ばした方がいいんですかね、プレスターでも、俺プレスター下手なんですよ、実は。皆さん、騙すと、すみません、本当にすみません、僕も騙すんですけど、ちょ、つおってもらう、ああ、これは、なんと3試合やりましたけどもね、ゴーニンガロンデコのいいところ、
ひいては封じのいいところ一個見せられませんでした。噛んじゃいましたし、はい、あーまずいねこれは。これはねちょっとゴーニーガロンデコのねちょっとあの保険に関わる気がしますけども、まあでもね僕はあの別にあのうまいとかそういうわけじゃないので、はいしょうがないですこれは、はいしょうがないです、はいしょうがないです、イエイ。はい、というわけで本日はですねゴーニーガロンデコやってきましたけども、なんかこのやっぱりね二角っていう部分がある代わりにやっぱその分ちょっとねあの球がすごく散る、ね、思ったより散りました。すごくなんか打ってみて思ったんですけど、ジャンプ打ちとかバン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 散っちゃうんで、本当に相手を狙い打ちするっていう部分ではかなりこう精度が必要、そしてやっぱ落ち着いて打たなきゃダメですね。動き回りながらかジャンプしながらとかってやると本当にそのブレも関係して全然当たらなかったので、落ち着いてパッパッと当てるっていうその気概が大事だと思いましたね。そしてあのまあカーリングボムすごくね強くてしかもスーッと入れるんで、まあ飛距離があるとはいえやっぱカーリングを使ってガーッと近づいてもう近距離でパパッと当てちゃうっていうのもかなりいいのかと思いましたし、まあ、プレッサーはちょっとすいません僕が全然ねあの下手くそなんでいいとこ見せられませんでしたけども、やっぱりその要するに近距離中距離遠距離全部なんかやることがあるよっていういい武器なのかもしれないので、ぜひとも皆さん使ってみてください。でもね僕はあのガチオコバトル A なんで何も参考にしないでください。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしますのでぜひともお願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。パッパッパッ。チャンネル登録お願いします。